こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ハリケンジャーに登場する虫のおもちゃです。それでは見ていきましょう。ということで、まあ、なぜいきなりねこれなのかっていうと、はい、こちらも最近ね、はい、王様戦隊キングオージャー、この虫モチーフの、まあ、戦隊がやっているっていうことで、僕の直撃世代であるハリケンジャーのこのゴーライジャーね、はい、このまあゴーライジンに合体するやつですけれども、これもちょっとね知ってほしいなと思ってレビューねしていきたいと思います。はい、じゃあまずは、はい、これから見ていきましょうか。はい、これがゴーライビートルですね。いや、めちゃくちゃにかっこいいんですよ。この渋さ、渋いよね、この黒、そしてこのちょっと小豆色っぽい、まあ、ちょっとラメ感はありますけど、にこの金っていう、このなんか高級感あふれるこの配色、そしてこの合金ね、はい、合金もちょっとこう暗めにね、はい、こういういい味わいを出してるっていう、おもろいね。で、はい、ここキャタピラ、はい、これゴムになってます。でもちろんこうやって、はい、ゴロゴロね、はい、転がすことができます。あとここ、このように動かしたりとかすることができると。じゃあ次、はい、こちら、はい、ゴーライスタック、はい、クワガタですね。こんな感じになっております。これも渋いね、はい、このなんか濃い青みたいな、いや、この渋さがねめちゃくちゃかっこいいんですよね。で、はい、足は、まあ、ちょっとこう足っぽいのありますけれども、もうほぼタイヤ、これあれなんですよね、このカラクリメカって言って、あの本物の虫とかじゃないんですよね。うん、なのでこういう感じになってます。はい、そしてこのサスペンション機能、はい、こうやって、はい、あの本当のね車とかのなんかトミカみたいな感じになってます。素晴らしい。これも合金ね、はい、ふんだんに使っていて、タイヤがゴムで、メッキもたくさん使ってるっていう感じですね。かっこいいね、はい。でこちらね、はい、現代の虫と比べるとこんな感じになってます。もう全然違うよね、クワガタ。もうまず色合いがね、こっちの方が派手。まあこのゴーライジンが2号ロボなんですよね。しかも最初敵で出てきたから、結構こういうブラックでこう渋い色合いにしてると思うんですけど、でこっちの、ね、キングオージャーはもう、ね、1号ロボだしっていう感じで、まあ、めちゃくちゃカラフルになってるっていう違いはあると思いますけれども、はい、まあね、この足がねちゃんとこう3本あったりとか、なんかまあメカっぽさはあるけど、まあ、シュゴットっていうなんかねこう生き物みたいな、ね、雰囲気あったりとか、まあ、違う点は結構ありますよね。はい、ということで早速この2つを合体させていきましょう。まずはこちら、顎を取り外します。はい、でこの足、はい、つま先出して、ここを半分に分割して、はい、太ももを伸ばす。はい、中にも合金、いや、めちゃくちゃにいい、はい、かっこよすぎる。そして次こちらね、はい、いきましょう。はい、ここを縮ませる。でここのジョイントを、はい、外して、はい、こうやりますと、でここをバカッと、はい、外してあげて、後ろにこれを持っていってちょっとくっつけます。はい、でここで一旦このジョイントで上下をくっつけてあげましょう。はい、でくっつけてあげたら、ここから、はい、頭を出します。そしてさっきの顎をここのパーツ下に下ろしてあげて、で、はい、この胸のところにくっつけます。つけてあげまして、で顔ね、はい、ここの角の部分をちょっと上に持ってってあげて、でくるっと回転させると、なんと、はい、顔が出てくると。でこれを最後まで上に持ってってあげれば、はい、これでゴーライジンになります。いや、めちゃくちゃにかっこいいですよね、この感じ。なんか
変形も結構簡単で、もう上下で二体合体で、この、ま、腕も全部キャタピラとか、足の横こうタイヤとかって、こういうなんか武骨なデザインが、武骨渋さがね、ゴーライジンのめちゃくちゃかっこいいところなんですよね。素晴らしい。そしてこのクワガタとカブトムシのこの衣装、この見た目がこうロボットでもこう分かりやすく出てるっていうところ、めちゃくちゃにかっこいいです。そしてなんと、はい、ここね、まあ、腕動くんですけど、この、はい、顎を外してあげて、なんと、はい、武器として腕に持たせることができます。これがもうダブルホーンカッターっていう、ね、はい、武器になります。はい、素晴らしい。で次、ここパカッと開くと、はい、なんと、はい、カラクリボールが出てきました。はい、いやこれ当時ね、なんかこうガチャガチャみたいな感じでめっちゃ好きでした、このギミック。はい、で中身取り出して、でこれを一旦戻して、でこれ組み立てていきましょう。はい、このようにして足で、はい、扇風機を、はい、一枚一枚出してあげて、はい、これでプラントアックスっていうね、はい、武器になります。これももちろん、はい、このように腕出して、ここにこうやってね持たせることができます。はい、最高で、こうこれちょっと、あ、はい、ちゃんとね回すこともできますと。でこれ、あの口もね、ここパカッとこう開くことができます。はい、ちょっとわかるかな、はい、こうやって口開きます。でさらにこれだけじゃありませんと、はい、一旦ちょっとしたって、これも一旦外しますと。で、はい、ちょっと、はい、ここの、はい、ダブルホーンカッターを外して、でこれプラントアックス後ろ向きで、なんと、はい、ここにこのような感じで、はい、こうやってあげれば、はい、なんと合体させることができますと。はい、これでアックスカッターっていうね、新たな武器になります。いやこれがね強いんですよね。はい、まあ、っていうのが、まあ、ゴーライジンですよね。はい、でじゃあ今回はこちらね、はい、キングオージャーもちょっと合体させていきましょう。ちょっとね、早めに合体させようと思います。この現代の虫と約、まあ、20年ぐらい前かな、うん、の虫の違いをねちょっと見ていきましょう。はい、このようにやってあげて、でこうですね、はい、このようにして、はい、下ろしてあげると、はい、で前にやって開くと、はい、でこうですね、いやもうこの変形ももう結構慣れましたね。で、はい、8でカマキリ、はい、でトンボを外して背中につけると、はい、でパピオンもここ外して、でくっつけてアントもくっつけると、はい、でアリテントをくっつけて、なんか剣持たせてあげて、で、はい、この胸と腰に、はい、スパイダー、クモですね、はい、で、最後に頭をくっつけてあげれば、はい、これでキングオージャーになります。はい、どうでしょうか。こう並べてみるとこんな感じですね。だいたい大きさ同じくらいですね。はい、こっち2体合体で、まあ、こっち5体合体なんですけれども、いや全然違いますね、この体の細さとかね、これ色とかね、はい、違いますけれども、いやでも本当このキングオージャーで驚いたのは、やっぱ最初にカブトムシ持ってきてないっていうのがね、なんかちょっと外してるなっていうか、うん、なんかおもろいなって思いましたね。クワガタを主人公にしてるっていうところね、はい、おもろいでしょう。はい、じゃあ次行きましょう。はい、この胸を開いてあげて、はい、カラクリボール、はい、
何が出るんでしょうか。ナンバー10。はい、来ました、来ました。これは何なんでしょうか。はい、これを外してあげて、はい、8です。これ8。はい、このキングオージャーの8はこんな感じですけども、全然違いますね。はい、これスピン B って言うんですけど、ここにこの紐を通してあげて、でこの紐を引っ張ってあげると、はい、ちょっと待って、弱すぎる。ちょっと待ってください、もう一回いきます。はい、ちょっと待てよ、なんか今日うまくいかないな。いきます。はい、あ、来た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 、ほらすごい、ほらこんな感じで回ります。これどんな仕組みになってるのかっていうと、ここはね、あの、別に回ってないんですよ。この中身がね、回ってるんですよ。この中になんかジャイロ的なものが入ってて、それが回って、この状態で、あの、普通に回さずにね、置くと、ほら、コテンってなるんですけど、この中身を回してあげることで、なんとこう立つっていうね、この面白さ、はい、素晴らしいね、はい、っていうのが、まあね、スピン B でした。それでは次行きましょう。何が来るのか。はい、ガラクリボール12番ですね。はい、この12番からは何が出てくるんでしょうか。はい、来ました。はい、これね、はい、これがキャッチスパイダーっていうやつなんですけれども、はい、ここにくっつきます。で、これ、あの、天空人っていう、あの、緑のヘリコプターみたいなやつがいるんですけど、それにくっつけることができます。はい、で、くっつけて、そこからこう下ろして、こうやって紐で吊るして、で、この足でこう物をね、こうやって掴むことができるっていう、このキャッチできる、これがキャッチスパイダーです。はい、面白い。それでは次はこちら見ていきましょう。イカズチ丸ですね。あ、違う、イカズチ丸ですね。はい、これがこんな感じで、あ、そうそう、ゴーライジャーこういう姿です。はい、兄と弟で結成されてるんですけれども、はい、で、こう槍、手槍の型、まずこれね、もうめちゃくちゃ長いんですよ。これこんなね、こうおもちゃだから短いですけど、もうめちゃくちゃ長いです。はい、で、こうやって相手にこう刺して、こうやってね、戦うっていう。で、このイカズチ丸がおもろいのが、なんと、はい、こんな感じでもう自由自在に変形できちゃうっていうところなんですよね。はい、これで円月の型って言って、ここ AT フィールド貼られて、あの、何でもこう、あの、防御できちゃうっていう感じなんですよね。はい、で、さらにこのように曲げてあげれば、はい、なんと十字の型、これ投げて、こう手裏剣みたいに使うことができるっていう、変幻自在ですね、おもろい。はい、で、普通にこうオリジナルでこう、なんか適当にこうね、形を作って遊ぶことなんかもなんかできちゃいます。こういうなんか不思議なこう形とかね、こうやってるうちになんかこう、ね、できていくんですけど、こんな感じでもう遊び方無限大。ほら、なんかさ、こうよくわかんない形とかもできちゃうわけなんですよね。はい、いや、これがね、当時めちゃくちゃ欲しかったけど買ってもらえなかったんですよね。はい、いや、めちゃくちゃ楽しい、これ本当に、いろんな形にできるから。はい、で、また手やりに戻したりとかっていうこともできます。あ、そうそう、ちょっとね、ゴーライチェンジャーっていう変身アイテムがあるんですけど、それはね、僕持ってないんで、ちょっとあれですね、結構高かったりするんですよね。で、状態良くないやつが結構多くて、状態いいともう10万近いやつとかあったりするんで、本当にちょっと手が出せませんでした。はい、次、それでは次、ゴーライガジェット見ていきましょう。まずは、はい、こちら、これ、本来はここやると確か音が鳴るんですけど、僕のやつちょっと壊れていて音が鳴りません。で、さらにここ開けて、ここにこのスポンジディスクとマガジンを
入れるとこれ発射できるっていうやつもあるんですけど、ちょっと僕のね、マガジンがなくてできませんと。なのでこの姿だけ楽しんでいただければなと思います。このメッキね、はい。でこれなんとこの左右非対称になってるっていう、はい、感じです。いやこれがめっちゃかっこいいんですよね。はい、次こっち、はい、スタックブレイカー、はい、こんな感じで、はい、これもちょっとね、まあ壊れてて、本当であれば これをこっから多分ね、こうここ押すとバチーンって挟むと思うんですけど、これね、ちょっとね、こう手動です。はい、こんな感じでなりますと。いやでこれで敵倒した後にこうゴーライジャーたちがこれをこうなんか持って敵を背にしてこう歩いてくるっていう姿がめちゃくちゃかっこいいんですよね。とかあと普通にこれをこう、これね合体できるんですけど、じゃやっていきましょう。はい、こうやってここにくっつけます。はい、でこのようにくっつけて、これを2人でこう一緒にこうなんか使う、ちょっと箱見ますか、こんな感じで、はい、こんな感じで2人でこう担いでこのね、はい、やって使うんです。ここから電気のなんか玉みたいなブーって出てくるんですけど、めちゃくちゃかっこいいんですよね、ゴーライジャーって。本当になんであんなにかっこいいんですかね。でさらに、はい、このさっきのイカズチマルと、はい、このスタックブレーカーを合体させることもできると。ここに、はい、はめ込んでロックしてあげると、はい、これでイカズチブレイカーっていうね、はい、武器になります。いやすごいよね。でさらにもう一個なんか三味線みたいな武器があるんですけど、それにも合体させることができるっていうね感じになってます。あ、てかイカズチ丸別に虫じゃないですよね。まあ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 、ゴーライジャー関係ってことでね、いいでしょう。はい、まあこんな感じでしょうか。ということで今回のハリケンジャーに出てくる虫のおもちゃたちのレビューでしたけれども、いかがだったでしょうか。いや、やっぱりね、この自分の中ではもうゴーライジャーがやっぱ虫の中でやっぱ一番かっこいいなって当時思ってたんで、はい、それやっぱ今見てもかっこいいですよね。はい、でそれが現代でも今度はもう虫がもうメインになっちゃってるっていうね、こういう戦隊が出てきて本当に嬉しいなと思いますね。でコメントでね、よかったら皆さん自分の世代の虫はこれだよみたいなのあったらね、言ってください。例えば真剣者の、カブト折り紙とか、あと、ゴーバスターズの、ゴーバスタービートとか、あとはゴッセイジャーにもあったかな、ヘッドのねやつとか、うん、まあ何かね、はい、他にもこうなんか虫系僕の世代これだよとか、あとこのゴーライジャーめっちゃ好きとかっていうコメントあったらね、よろしくお願いします。ということで今回の動画いいなと思ったから、ぜひチャンネル登録や高評価、Twitter で、X や、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。